スマホ撮影なのでちょっと画質があれです。何見てんの？あ、この前買ったニコプチ買ってますね。見てます。なんかさ、しほちゃん持ってる服乗ってたんでしょ？そう、ほらほら。あ、これね、しまむらでちょっとなんか白飛びしちゃってる。しまむらで買ったこの黒い服ね、うん、あ、ごめんなさい大丈夫ですか？バラバラにね、これかわいい。え、これ、あ、これね、ママがやってしょ、無視したやつでしょ。ママね、結構ね、しまむら行った時これかわいいねとか、このオレンジの服とかね、うん、言ったんだけど、それふーんって。これはかわいいどれ？これはかわいい。あ、これね、これあったっけ？昔あった？今売ってんのかね。なんかもう一個さ、あったよね。もう一着ね。もう一着あった。これ前購入品紹介でも紹介したけど、これね、このチェックのこのね、うん、これ、うん、これすごい、全く。でもこれはね、ピンクなんだよね、雑誌に載ってるのは。そう、うちらが買ったのは茶色バージョンの方ね。まさか載ってるとはね、うん、やばい。台風のちょっと雨がひどくなってきたね。じゃんじゃんやってる。はーい、最近大好きだね、洋服とかね。洋服選んでる時とかが一番楽しそうだもんね今日はね、着てるのはね、このワンピースは去年買ったアルジーで買ったワンピースなんだけど、去年なんかね、でかかったんだよね、ちょっとね。なので1年寝かせて今年着てみました。どう？今年は平気？めっちゃぴったり。うん、リミもね、今年はぴったりだった。伸びるね、身長ね。1年ってほんと伸びるよね。で、イングファースト持ってるんだよ。そう、イングファーストね、大好きなイングファースト。こんな感じ。イングファーストのさ、福袋今年、あ、来年か。買う。前買ったよね。たまたま買ったんだっけ？たまたま買ったんだよね。あ、ジディはこれはネットで買ったね、福袋。ママが、うん、そう、えし、本当にこういう服欲しい。可愛いよね、これもね。めっちゃ可愛い。いいと思う。本当に可愛い。好きね。大好き。もう最近すぐワンピース着てないから、ワンピース着たいんだよね。楽しそうですね。でもやっぱ秋冬はね、なんかこういっぱい着込むから余計おしゃれもね、楽しくなるのかな。うん。はい。ということで終わります。今日は机の中汚いですね。さすがに。汚いですよ。はい、こっちバイバイ。ほら、充電してるの。これ充電し終わったやつで。モバイルバッテリーね。で、これ鏡。なんで鏡？あ、鏡のもう一個。これね、つけてね、視覚学習のカバンに入れるの忘れてた。危ない。そう、それね。鏡買ったんだよね。そう、買ったんです。結局目つけたのね、うん、あ、そう。では宿泊学習のね、パッキング動画をこれから撮影します。だからめっちゃびっくりじゃない？びっくり？なんでびっくり？はい、じゃあ撮影するので準備お願いします皆さん、こんにちは。しおりんちゃんのしほです。はい、というわけで何してるんですか？目を体操です。疲れたね。なんかさっきずっとテレビ見てたからさ。そのままずっと携帯見てた。今のところ大丈夫だね。一番ひどいって言われてた今9時なんです、ちょうど。今日はずっと家にいたのでね、みんな元気でまだ寝てないんですけど何もしてないから全然まあお昼遅かったからね、ちょっと今から軽くだけご飯を食べます。10時20分ぐらいに起きちゃう。意味遅かったもんね。ママたちは伸びてんの。伸びいいですか。コロンとシロンが大運動会中だ。興奮しちゃった。まあいいか。いいの？うん。はい、じゃあ軽くね、ご飯食べましょう。はい。お蕎麦です。もうさっぱりね、冷たいのが。冷たいの。今日千葉はね、なんか気温が高いって言ってて、本当に今日ちょっとねムシムシね。窓も開けられないし、ちょっとムシムシしてるのでね、じゃあ食べましょう。ピロリロンが気になる。でも寝ましょうね。みちゃん。よしみなちゃん。ピロコロもよしみなちゃん。はい、ということでね、寝たいと思います。一日お疲れ様でした。バイバーイ。Gummy bear.